ラジオ、第12回でございます。ね、先ほどになるのか、本日ちょっとね趣向を変えまして、一つ目の放送といたしまして、第11回、これはザ・モダン・ラブオーディオコメンタリーというものをアップいたしまして、でその後収録後にこちらを撮っております。引き続きでございますね、2本立て、豪華2本立てでございますね。スカラザでスカラザスカラザでございます。昔生まれた町唐津にね、スカラザっていう映画館があったっすよ。ね、ガキの時分には洋画を見に行くとね、必ず同時上映っていうのはありましたよね。同時上映でね、俺あれなんだろうな、小学校ぐらいの頃にね、友達とね、あの親に内緒でバスに乗ってね、土曜日学校終わった後にね、小遣い握りしめて、1時36分のバス覚えてるもんですね。それに乗ってね、スカラザへ映画を友達と見に行ってましたね。そこでね、もうね、当時ジャッキー・チェンの映画見たりとかね、当時見たの、いや、ロボコップとか面白かったっすね。そう、何かのロボコップの同時上映だったかな、なんかのね同時上映だから、同時上映の映画の方はさ、期待しないで見るから、そこでいいのに当たるとなんか上がるじゃないですか。ラバンバーを同時上映で見て上がりましたよね。面白かったですよね。何の話だこれ。はい、ケイクマガでございます。憎しみレコーズからお送りしておりますラジオ、プライベートカーセックスラジオ、ね、12回、えらいね、いや、えらい、10回超えまして、えらいと思います。そうそう、この放送はね、今回は何でしょうね、近況会、雑談会と申しましょうか。なんかね、ほら気を張ってさ、音源今までのね10周年記念だっつってずっとやらせて、オーディオコメンタリー、今まで作った音源を聞きながらのオーディオコメンタリーっていうのをやらせていただいてるんですけども、これ勝手にやってるんですけどね。だけどほら、やってると当時を思い出しながらのこうね、なんとかしてそこにこう今のうちに記録したかなきゃっていうところでね、やってるとね、こう気を張るじゃないですか、やっぱりね。なんでこうダラダラ、もっとダラダラしたいと思って、これを、これ
を撮っています。楽しい、ね、飲みながらちょっと一杯お付き合いください。ケイ熊川です。そう、10回を超えて今12回。こういうのは本当にね、自分で自分を褒めておきますよ。偉いです。これはラジオ、ネットラジオみたいなものはしつこくやっていきたいと思っています。でね、そうね、一応この YouTube でやってるんですけど、ラジオでタイトルがプライベートカーセックスラジオということで今12回やってるんですけど、今後ねタイトルが変わる言葉を往々にしてそれでいいかなと思ってます。っていうのもね、そのちょうどねこのラジオを始めるのが、ね、2020年の年末に、プライベートカーセックスというアルバムを制作リリースいたしまして、ね、そこに関わる形で始まったんですけど、なのでプライベートカーセックスラジオとタイトルをつけて、やってるんですけど、だからねこれあれですよ、回数だけね、今ナンバー12でございますから、ここから数字で通し番号をずっとつけていって、もし次の音源ができたらおそらくその音源に、ラジオのタイトルがなるんだろうなっていう感じで続けていきたいと、思っています。そうですね、ちょっとそういうだらだらそういう話を、ラジオね、略すと PCR なんですよ、について。ちなみにこれはね、ちょっと前にも少し述べたんですけど、この録音っていうのはあれなんですよ、 iPhone とかじゃなくて、いつもね今ここでオーディオコメンタリーを続けているような音源を作るときと同じ録音機材を使用して、収録しております。でね、使ってるのはこれ本当あのね、バンドマンがね、メモ取りに使うような MTR、 重ね取りができる、多重録音ができる MTR って言われる機材、タスカムの、DP008、っていうのを使ってますね。安いですよ、多分今だと俺が買った時よりももっと安いんじゃないかと思うんですけどね。みんな買ってみんなラジオやればいいんじゃないでしょうね。そうそう、これがあるとそのね、曲をかけながら、フェーダーをいじって喋ったり曲をかけたりみたいなことがまあ単純にね簡単なんで、でね、そのいわゆる YouTuber の方が音源周りで使っておられるような、その PC にそのまま音を取り込んで、PC 上でそういうフェーダーのコントロールをするっていうようなのに必要なオーディオインターフェースを俺持ってないんで、なんでこれはね、毎回どうやってこのプライベートカーセックスラジオを撮ってるかと言いますと、そのタスカムの MTR、DP008 に、まずはね、その PC の方から音源、今までの音源をかけるために PC の方からラインを伸ばして、それをチャンネルつなぎますね。そしてこの声を撮ってるマイクはこれはあのベリンガーのB1 というコンデンサーマイクですね。これもね、安価な割には、素直に音が取れますので重宝しております。ベリンガー好きです。ね、安いけどね、結構いい、まあまあ、使える。ただね、このベリンガーのこのコンデンサーマイクを使ってるんですけど、最近ねちょっとこれもね、肉汁みレコーズ初めてずっと使ってる、途中で買ってね、それまで普通にあの手話のコッパとか57とか、スタジオにあるもので使っ撮ってたんですけど、途中からコンデンサーマイクを導入してずっと、もう結構長いこと使ってるんでね、ちょっと最近ね、おそらくこのコンデンサーマイクっていうのはあのファンタム電源っていうものがありまして、
ね、電気で音を取るんですね。なんで普通のダイナミックマイクとは違っていて、電源供給が必要なものでございまして、そのファンタム電源周りか、おそらくマイクについているローカットのスイッチがあるんですけど、この辺りの接触不良なのか、最近ちょっと調子悪い、時々ねレベルが低く、接触不良なのかな、なったりするんで、チェックしながらね、レベルをチェックしながら撮っておりますね。 MTR にマイクと、PC の音をそれぞれ1チャンネルと2チャンネルに取り込んで録音、でその後この MTR という機材で、マスタートラック、というこのね、そのボリュームのバランスとかを見て、マスタートラックを書き出して、その音声ファイルを、PC の方に移します。で PC のフリーの波形編集ソフトを使って、ちょっと前後ろのいらない部分もカットしたり、あとね、声、この撮ってる声はね、これね、こだわってるんですよ。そう、これがね、あれですよ、 iPhone、 ちょっと話いろいろあっちこっち行って申し訳ないですけど、前にもね、 SNS の使い方だったり、いうところで何度かお話をここのラジオでもさせていただいているんですけど、その YouTube で音声だけのラジオ、ネットラジオをやるっていうところには結構いろいろ考えた部分がありまして、ラジオ的なものをやりたいなと思った時には、すでにそういうものに最適化された、ウェブサービス、ネットで誰もがラジオを撮って、簡単にね撮ってアップすることができてっていうような、アプリケーションなりウェブサービスがあることは存じ上げております。いろいろあるよね、いろんな方使ってあるもの、いろいろあるのは存じ上げてるんですけど、これね微妙なところなんですけどね。だからね、そういうアプリやウェブサービスを使えば iPhone だけでパッとその場で撮ってね、ですぐさっとアップすることができると、であるとフットワークが軽くなりますからね、かかるその更新頻度であったりね、だからすごく簡単にアップすることができればね、もっと簡単にね、身軽に、使えると思うんですが、このラジオ、プライベートカーセックスラジオというものを俺ケイ熊川としてはね、一つのコンテンツだと思ってるんで、そのね、で特にね、その先ほど申し上げましたけども、このラジオを始めるに至った起点というものが、アルバムプライベートカーセックスと密接に関係しているので、そのまさにやっぱりね、恋しい人と2人夜中に誰もいない駐車場で、夜を越すなんていうような、グッとくるシチュエーションに寄り添えるような、あまりねテンションがぐいぐい来ない深夜のラジオのようなものをやりたいと思った時にですよ、この声をどういうふうに聞こえるように撮るかっていうのが結局俺にとっては一番重要だったんですね。なのでこういう先ほどダラダラ話したね、MTR で撮って、でそこから音混ぜてマスタートラック書き出して PC に移して、そこからさらに波形編集、そうで、その波形編集をするときにこの声もね、イコライザーで、9キロヘルツあたりですか、ちょっと持ち上げて、要はそのラジオの声のような音に最適化をしてるんですよ。あまり声を張らなくても聞き取れる
まあ、実際聞き取れてるかどうかは知らんけど、知らんすけどね。よろしくお願いします、ほんと。酔っ払いがあっとんでね。ただでさえ俺は MC が何言ってるかわかんない、ところがございますから気をつけてるんですよ。そうそうそう。だからね、そもそも、ラジオをやりたかった理由の一つにそれがあったんですよ。MC の滑舌を、少しでも良くしたいと。なんで、こういう風に喋る声が聞く人にとってどういう風に聞こえるかっていうものをね、派遣編集をやってると、この自分で撮ったやつをね、何度も聞くことになりますから。あのね、MC ライブの時のね、MC だったり、あとね、このコロナ禍以降、あのね、生で人にお目にかかってお話ができる機会っていうものの価値はずっと上がり続けてるわけじゃないですか。そういう時に失礼がないようにというか、そごがないようにね、きちんとコミュニケーションのための声、というもので滑舌をね、少しでも良くしたい、きちんと聞こえるようにお話できるようになりたいという目標もあって、このラジオを始めて、おりますね。そうそう。そうやって、なのでね、この声っていうのも、これですね。はは、へい、へい。これが 9kHz を少し持ち上げている声、喋り声。小さい声ですよ、これは。小さい声をコンデンサーマイクに近づけて、撮っております。で、毎回ね、その後、Photoshop ですか、画像編集ソフトで、動画のためのサムネイル画像を作成いたしまして、で、動画編集ソフトで、この音声とその画像を動画ファイルの形にエンコード、すると。で、YouTube にアップして、で、皆様に、お届けしております。プライベートカセックスラジオ、ゲイ熊川でございます。ね、いろいろ撮ってて、今後もね、これはすごくやりたいと思ってるんです。だから皆さん、時間がある時にね、聞いていただけたらと思うんですけど、そのね、現時点で今後やってみたいことなんてのは、ね、ゲストはやってみたいですね。これだから PC の音そのまま取り込めるから、 PC 上でね、なんかそういう通話をしながらそれをそのまま収録みたいなことも可能かなと。音声、あくまで音声にこだわってね、そこだけで、もしくは逆にあれですよね、出張収録、もできるかなとか。これ本当録音してる機材 MTR はすごく小さいんですよ。ノートパソコンよりももっと小さい機材、それとマイクだけあればね、電源さえあればどこでも録音ができるんでね、なんかいろんなとこ行ってそのうちこのラジオをゲスト交えて撮れたらいいなと思っております。ゲイクマワです。ずっす。あ、ちょっとトイレ行ってきますね、俺。
ラジオ収録しながらトイレに行ってきました。ケイクマガです。あとね、話したいことがあったんですよ。SNS なんですけど、ほら最近さ、クラブハウスだっけねっていう、SNS が流行ってるんでしょね。で、なんかこう聞けば音声のみのコミュニケーションツールという SNS らしいですね。なんかこうかかる、そのね、声による投稿のその外部への切り出しがね、こう禁止されているらしいですね、規約でね。ほらな。いやって思った。いや、思ってないです。すいません。要はその、以前ここでもね、述べさせていただいたその、ね、その SNS やらのね、そのソースの改ざんによるミスリードみたいなものね。これを、だから、機能によって阻む、仕様ということですよね。だから以前からね、俺述べてましたけども、やっぱそういうものが出てくるんだと、まあ思いはしましたけどね。ただね、思うに、ちょっと結論からね、言わせていただくと、俺はその、クラブハウスですか、はやらないと思います。っていうのは、これは やってらっしゃる方がどうこうっていうのは一切ないですよ。ただ、俺が思うにはですよ、その、結局 SNS っていうものは、目的の大きな部分っていうのはコミュニケーションなわけじゃないですか。でね、コミュニケーションが目的である以上、そのね、いわゆるそのソースですよね、そこに投稿されるもの、ソース、一時ソースが丁寧に扱われるか否かっていう、その決定権、意思決定、その丁寧にソースが扱われるかどうかっていう選択は、これはね、あくまでもそれを使う人間側の自立っていうんですか、自分を律する、人間のその生き方だったり、思慮深さっていうんですか、そういうものによって、その一時ソースが丁寧に扱われるか否かっていう選択、意思決定が、そういうものによってなされるべきだと俺は思ってるんですよ。これは、真面目な話、ルールではなくっていうことです。っていうのが、ね、おそらく俺が、そのクラブハウスですか、をやらないであろう理由の一つです。だから使ってある方がどうこうっていうことは全くないですよ。俺はみんな好き勝手ね、世の中にはいろんなサービスがあって、それをみんなが好きに使って楽しい時間をね作るっていうことはもちろんいいことだと思います。ただコミュニケーションをとにかく丁寧にやる、そしてそれを丁寧にやらなきゃいけない理由は自分にないとダメだなと思うんです。自分に対してね、俺がそう思うんです。ルール、難しいですけどね、思いますよ。それは丁寧に扱われるべきだと、特にソース、これは
その SNS、クラブハウスのことだけじゃなく、最近のいわゆるその世の中の動き、ニュース報道みたいなものを見ていても感じます。あまりこのことについては述べたくないですけどね。あの情報を丁寧に扱って、そしてあのね、例えば独裁であったり、例えば差別であったりいうものは、これはあってはならんことですよ。なのでこれを世の中から俺たちはなくしていかねばならないと。そしてその時のどういうふうにしてよりよくこの世界をしていくかっていう議論についてはですよ、これは慎重に慎重を重ねて、俺たちはすごくそのことを丁寧に扱わないといけないと思います。言えるのはそこまでです。あざす。もう一個理由としてはね、そのクラブハウス周り思うんだけど、そのね、 SNS やらウェブサービスアプリね、今でもだってもうありとあらゆることがね、コミュニケーションでもその音楽や配信ね、写真だったり動画だったりアートだったり、はたまたクラウドファンディング、オンラインサロンですか、何でもできるじゃん。でただそのサービスを使う人の裾野っていうんですか、この一般のリアルな世の中の端っこまで広がってないと、ちょっと俺の場合はね、おっさんだしさ、で、その先進的な人はこれを使ってるよっていうのは、もう俺がやってもねとは思うすよ。結局ね、その情報にたどり着くまでの道順みたいなものが、出会う機会の狭める、ボトルネックになるじゃないですか。さっきの話にちょっと戻りますけど、今は iPhone 一つあればアプリで簡単にラジオを撮って、いろんな方がそれで日々ね、自分の番組を持って更新するっていうことがすごく、簡単にできますけど、なんかね、ほら、ツイッターとかに貼り付けられてるいろんなサービスのもののリンクとかっていうのもね、見ますけど、やっぱね、それを例えばね、なんかのウェブサービスで配信されているものを見ようとすると、そのアプリなりウェブサービスなりへの、アカウントを作ってログインしてっていうようなことが必要になることがすごく多いでしょ。でなんでそこはそこにまた新たなコミュニティができるっていうことだから、そこでやるんだっていうのは全然構わないんだけど、俺の場合はあくまでこのリアルの延長に軸足を置いてやりたいと。ネットっていうのはただの道具だから、なので新しい世界がそこにあるわけじゃなくて、俺に言わせれば道具だから、だから俺の場合はそれがね、見るっていう時に手順があるのはまだサービスとして未熟だなと思うっすよね。もったいないなと思います。ログインしないと見れないとか、アカウントを作らないとコミュニケーションできないっていうアプリやウェブサービスがすごく多いですけど、それはすごくもったいないなと思いますね。なので今俺が SNS っぽいものとして使っているのってね、おそらく Twitter と YouTube だけですけども、
YouTube でわざわざラジオをやろうとしたの理由はだからそこにありますよね。うん、誰もがそこにたどり着くことが簡単だっていう。でね、特にそのね、コメントをしたりとか、動画にねコメントをしたりとか、コミュニケーションを作者と取ろうとしたりとかっていうことがなければ、誰もがブラウザーででもね、リンクを開けば動画を確認することができるっていう、この一番このたどり着くまでに簡単な、うん、ものを使ってやりたいと思っていて、でしかもそのね、もうね、ツイッターや YouTube は世の中の人たちがみんな知っているじゃん、名前はね、テレビでも。 YouTube と Twitter はもうみんなが知っているものだから、完全にインフラとして定着しているから使う、ここでやることが今現時点ではっていう話でございますね。なんでこんなに長々話してるんだっていう話をちょっとしたかったですね。そうそうそう、だからクラブハウスね、音声によるコミュニケーションね、あ、分かる分かるって感じ。そんな感じ。長えな、こっちの方が長くなっちゃったよ。ケイクマガでございます。そうそうそう、アッサライブなんですよ。その告知を最後に、させていただきたいと。明日2月の14日バレンタインデーの日曜日でございますね。八幡のデルソルカフェ、こちらの方でね催されますイベント、これはね高橋プランクトン、シンガーソングライターでございます、高橋プランクトンプレゼンツでございますね。彼の主催ライブ、矢印たち、うん、というものが行われます。明日2月14日ですね。お昼、会場が15時、開演が15時30分、投げ先生になっております。演者が、高橋プランクトン、よりケイ熊川、ダーオカ、笠上、三鷹、これあのメンツでですね、矢印たち明日ライブをやりますので、お時間合います方、遊びに来られてください。お待ちしております。うん、ありがとうございます。うん、ケイクマガでございました。ありがとうございます。そういうものが欲しい、まだないものが欲しい、わからない心のまま、まずて半分ずつ、ずつ半分ずつ、半分ずつ、おやすみ。Oh yeah.